ET クリアに必要な3つのポイントです。まず第1番、 ET は地球にいると長く生きられません。そのために宇宙船との連絡手段である電話機の部品を3つ集める必要があります。第2番、電話機の部品を3つ集めてもどこでも電話できるわけではありません。インベーダーアイコンのような呼び出しエリアで電話して宇宙船を呼び出します。第3番、宇宙船を呼び出した後はタイマーがカウントダウンをします。タイマーがゼロになった時に着陸地点に行って待機している必要があります。以上が3つのポイントでした。はい、これが ET のタイトル画面になります。で、注意してもらいたいのは、このままスタートをしてしまうと一番難しいゲームになってしまいます。で、難易度調整するためにまず数字の1って書いてあるとこを変えていきます。まずジョイスティックではなく本体のモード切り替えボタンをちょっと長押ししてもらいます。そうすると2番になりました。ちょっと簡単になりました。で、さらにもう1回長押ししてもらうと一番簡単なモード3になりました。はい、これでスタートしていきたいと思います。で、ステラなどのエミを使いの場合はファンクションキー1番でモード切り替えができるようになります。ではスタートしてみましょう。はい、宇宙船に乗って ET が地球にやってきました。で、まず、画面の説明ですけども、画面下に数字が9999と書いてあるのは、これはET の体力です。歩くとどんどん体力が消費していきます。で、スコアとか残機とかもあるんですけども、普段は表示されてません。普段は体力しか表示されてないです。先ほどクリアに必要な3つのポイントの時にですね、着陸地点で待つと説明をしたんですけども、今ここに表示されている着陸地点ポイントというのは ET が地球にやってきた時の、着陸ポイントで、また宇宙に帰るときの着陸ポイントではありません。で、どうしたら帰るときの着陸ポイントを探せるかというと、一旦画面の外に出て、リセットしてやる必要があります。はい、今ご中央に着陸地点のポイントがありますが、これは来たときの着陸地点のポイントなんで、一回画面を出てもらってもう一回戻ってきます。すると先ほどあった場所に着陸地点は消えてます。はい、で、今度は、帰る時の着陸地点ポイントがセットされています。あ、今ここですね。今ここに着陸地点ポイントがあるので、もうここの場所をよく覚えておくようにします。これでもう3つ目はほぼクリアと言っていいと思います。これが ET のマップになります。全部で6面あって、サイコロ状のようになっています。で、来た宇宙船から着陸した場所というのは森になります。ここですね。はい、飛び立つ時もまた森から飛び立っていきます。で、携帯電話の部品が落ちているのは数字がつけてある1から4のこのエリアになります。落とし穴エリアと私が勝手に呼んでますけども、ここに携帯の部品が落ちています。で、下にあるのが本部席、でそれぞれ1から4のマップから1つ上に行くと森、1つ下に行くと、FBI の本部ということになります。はい、FBI 本部を中心に見たマップと森を中心に見たマップがこのようになっています。6面なんでそれほど難しくはないと思います。ではゲームに戻ります。
はい、宇宙船の着陸ポイントを発見したので次に行きたいと思います。矢印のアイコンが出てますけども、またこの矢印のアイコンは後で説明したいと思います。はい、今落とし穴エリアに来ましたが、今丸で囲んだのが落とし穴エリアになります。入ってしまうと落ちてしまうので要注意です。はい、そしてちょっと歩くとハテナマークが出ましたが、これ重要なヒント機能になります。今ハテナの出たとこでボタンを押すと、もしその画面に携帯電話機のパーツがあると画面が光ります。で、光らないときは、ボタンを押して光らないときはこの画面に電話機のパーツがないっていうことになります。今ここでボタンを押すと光りますね。はい、ここにこの落とし穴に電話機のパーツが落ちているということになります。そしてもう一つ、ここにある点のようなもの、これは実は食料、飴玉になります。で、これを一つ取ると下のスコアの横に1とカウントされるようになり、飴玉の数がカウントされます。で、最大9個までカウントされるようになります。じゃあ先ほど携帯、電話機のパーツが落ちていたのでちょっと取ってみようと思います。はい、穴に落ちると電話機のパーツが落ちてますのでこれを取ります。すると画面上部にこのように表示されます。で、各1個2個3個と増えていくようごとにこのように表示が変わるので、画面を見て今何個揃ったかも確認ができるようになります。ではボタンを押して上に戻ります。はい、地上に戻ってきました。ハテナマークがありますが、もう部品は取ったのでボタンを押しても画面に変化はありません。はい、で、キャンディー先ほど取ってなくなったはずなのですがまた復活してます。これは画面を一旦スクロールさせるとまたキャンディーは戻ってきます。はい、じゃあキャンディーを取ったらまた違うアイコンがまた出てきましたね。はい、実はこのまんじゅうのようなアイコンは食事アイコンといって、キャンディーは取っただけでは体力回復しません。このアイコンのアイコンが表示されているときにボタンを押して初めて体力が回復します。では、ね、キャンディー2つ持っているので使ってみましょう。あ、増えましたね。はい、ではもう1個あるのでもう1回使ってみましょう。はい、これで体力がだいぶ回復しました。以上がね、これが回復、食事アイコンです。で、また違うアイコンが出てきましたね。はい、これはエリオット呼び出しアイコンといって、このボタン、このアイコンがあるときにボタンを押すと唯一の味方であるエリオット君が来てくれます。で、キャンディーを持っているとキャンディー1個と引き換えにスコアアップをしてくれます。あ、ちょっと落ちちゃいましたけども。で、まあ、何も持ってなくても呼べば一応来てはくれるんですけども、キャンディーを持ってるとキャンディーと引き換えにスコアアップさせてくれます。まあ、スコアはね、クリアした時にしか表示されませんので、ちょっとわかんないんですけども。あ、で、こっと、あとこのまた来てくれましたね。はい、じゃあ次この3番3っていうマークなんですけども、まあ、この今モード3っていうのは敵が出てこないモードなんで関係ないんですけども、普段ゲームモード 1,2 でやると敵が出てくるので、この3番の下でボタンを押すと敵が帰ってくれます。ということでこの3番のアイコンは敵を帰らせるアイコンですね。次この矢印なんですけども、実はこれ矢印の出てる時にボタンを押すと矢印の方向に一つ画面をワープできます。はい、この森、落とし穴ゾーンの下っていうのは FBI 本部になりますので一回ちょっと押してみましょう。はい、
ね、FBI の本部に行きましたね。はい、じゃ今度上に矢印が出てるのでもう一回押してみましょう。はい、また落とし穴エリアに戻ってきました。というふうにこの矢印アイコンは矢印の方向に一つ画面をワープすることができます。はい、あとはですね、電話機の部品2つ と、宇宙船呼び出しポイント、この3つが、またアイコンが、新しいアイコンができてきましたね。はい、これが宇宙船呼び出しアイコンです。電話機の部品を3つ集めてここに来てボタンを押すとカウントダウンが始まります。ということで、この場所を覚えておきましょう。はい、じゃあ次行きます。 あとですね、操作なんですけども、ボタンを押しながら移動させるとこの早歩きができます。はい、ということで、2つ目の電話機のパーツ見つけました。残るはあと1つですけども、実はこの落とし穴から出るときに出た場所がちょっとまた重なっているので、何度もちょっと落ちてしまうことがあります。はい、またヒントアイコン、ヒントのハテナアイコンが 出ましたね。はい、じゃあこれでボタンを押してここにあるかどうか見てみましょう。点滅しましたね。はい、どうやらこの画面にラスト1個の電話機の部品があるようです。ここになんかピカピカ光ってましたね。光ってますね。はい、じゃあラスト1個電話機の部品を取ってみたいと思います。じゃあまた地上に戻ります。はい、じゃあ先ほどの呼び出しポイント、宇宙船呼び出しポイントに向かってみたいと思います。はい、さっき来ましたね。じゃあここでボタンを押します。するとタイマーが動き出すので、タイマーが0になるまでに着陸地点に向かいます。でタイマーは2周します。一旦0に戻ってまた満タンになって、でそれが0になった時に、はい、この着陸ポイントにいたら宇宙船がやってきてくれます。もうあとは待つのみですね。はい、一旦0になるとまた消えてカウントダウンが始まって、はい、これで無事にクリアとなりました。はい、宇宙船が来てね、無事宇宙に帰りました。でなんで ET が帰ったはずなのにまた地球にいるのかというちょっとね謎のエンディングなんですが、一応ゲームはこれで終わりです。3つほどねちょっと説明し忘れてた部分があるのでちょっと追加したいと思います。ですね、落とし穴エリアに実は花のアイコンがありまして、それに触れると実はワンナップします。はい、でもう一つはですね、エディオット呼び出しアイコンでボタンを押したときにキャンディーを9つ持っていると電話機のパーツをエディオットが1つ持ってきてくれるんですね。でもう一つ、これちょっとね重要なんですけども、宇宙船を呼び出したときにパーツを3つ集めて宇宙船を呼び出したときにハードの性能上2体までしか表示できないんですね。で ET 宇宙船、これでもう2体なんですけども、もしこの時に敵が出てくると宇宙船がやってきません。でその時はもう一度宇宙船呼び出しポイントで宇宙船を呼び出してカウンタータイマーが0になるのを待ってください。その時またねタイマーが 0になる前に敵が来るとまたちょっと宇宙船来ないんですけども、ちょっとねハードの性能上ねちょっとそういうことがありますのでご注意ください。ということで以上ET の攻略動画でした。